2頭入ったすごい。というわけで今日は出張輪投げということで、はい、日本海の方へ来てますけども、はい、2個連続入ったね。やっと入りましたよ。すごいな。まあこの間からちょっとこう始めた新メトリング投法でちょっとこううまいこといき始めたかなという感じがします、うん、すごい2個連続やもんね、うん、僕まだね2個連続入れたことないんですよ。ただ、うん、ね、1回こう、まあ、2個入るのがこう成功してもその後まだ続かないんですよね、うん、あれがまたこう不思議というか不思議同じように投げてるんですけどもうまく入らないんですよね、うん、ワンバンで入るやつ、はいはい、じゃあ名前つけてあげてくださいよ。ワンバンで入った時、うん、それはもうあれワンバンだけにワンタンっていうのはどうでしょうか。どういうこと。ワンタンワンタンどういうこと。勢いだけでターン、うん、ターンってこう U ターンのターンのこと。いや別にそこはもう何度かけてもらってもいいんやけどね、なんかこうリズム的にこうワンターンで入るそういうことね。ああそういうことね。響きだけでいやまあ野球やったらね、はい、ワンバンとか、うん、ショートバウンドで小バンとか、うん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 、言いますやん。言いますね。でまあ輪投げなんでワンバリングまあ、こうワンバウンドの感じね。そうワンバリング、ワンバリング、あリングとワードかけてあるんやつ。そうワンバリング、しっかり作り込まれてる、うん、ワンバリングドリブルみたいな言い方なかったっけ。バスケット、あなんか何だっけそれ、なんかトラベリングやったっけ。トラベリング、はいはい、あほんまやね。トラベリングの感じで、うん、ワンバリング、ワンバリング、あそっちの方がなんかこう名称としていいよね、響きが ねかなと思ったんやけど、思ったのは、うん、面白みないなと思って、ちょっと真面目かなと、うん、もうちょっとこうなんかこう面白おかしい感じないかな。一投目入った、入った、よ。お、惜しかったね今の。惜しかった。やばい。おお、二頭入った。すごい。ああ、すごい。なかなか一個入らんかったか。じゃあまあそれはワンバリングとして。はい。例の学びは。それね、もう投げながらずっと考えてたんですけどね、うん、もう回数重ねるごとに難しくなるよね、こう学びをこう、うん、出すの ね、うん、じゃあ私から、あ、もう見つかりましたか、うん、多分今日他でもあっちこっちで輪投げすると思うから、うん、早々に片付けとこうかまあやっぱり思ったんは、はい、何でも野球でも何でもそうやけど、正解のフォームっていうのが一応あるじゃないですか。ありますね。俺はボーリングスローがね、うん、しっくりくるわけですよ。投げたっていう感じがするんだけど、はい、まあ、それ上田くんのね、うん、シンメトリング投法をやると投げたっていう感じがしないのよね。なんかこの正解のフォームが正解とは限らないと。あ、正解が正解じゃない時があるんだなと。あら、なんかすごく真面目に学びを語りましたね、うん、まあでもほんまにそういうことやもんな、うん、同じようにやってても全然違うフォームの方がしっくりくるってことやもんね。そう最初
どんなスポーツ始めるにしてもね、うん、一応の正解っていうか正解のフォームみたいなのはあの通るとして、はい、やっぱり各々の体質なり何なりのバランスっていうのがあるから、うん、やっぱそういうのもこう踏まえてこうその人その人の体に合ったフォームっていうのを求めていくっていうことをしていくのがいいのかなと、なんかまるで人生のようにね本気で学んだねもうマジ学びやねそれ。まるでそれは学校を巣立った子供たちのようにね。うん、いや、ほんまそういうことやと思う。行きましょうか。これちょっと待っておいて。もしよけ、乾かす。